参ったな。まさかサフィールの灯火が盗まれるなんてな。しかもよりによってこんな時に。やあ君たちか。来てくれるのを待っていたよ。おや、なんだ、クローゼ君も一緒だったのか。はい、ご一緒させていただいています。早速ですが、掲示板を見ましたよ。今はどんな状況ですか？ご覧の通りさ。この台座の上に食台が飾られていたんだ。あらら、本当に影も形もないわね。そういうわけだから至急捜査をお願いしたいんだが、どうだろう、都合はつきそうかな？うん、大丈夫よ。よろしくお願いします。こちらこそ。では早速状況を説明しよう。今回盗み出されたのはサフィールの灯火という燭台だ。動力革命直後に作られたオーブメント芸術の一品でね。このダルモア家の家宝でもある。もし売りに出されたら数百万ミラの値がつくだろうと言われるほどの名品さ。数百万ミラ。なるほど、そこらのコソ泥の犯行ではないということですね。え、なんでよ。それだけ高価なものだと安全に売りさばくのには特別なルートが必要になるんだ。だから今回の犯人はそういうコネを持っている人物だってことになる。そっか、盗んでもミラにできないんじゃ普通は手は出さないわよね。いや、それがどうも今回の犯行はミラだけが目的じゃないみたいなんだ。え？どういうことですか？このカードを見たまえ。今ここに救うのは獣よりも獣らしい獣ら。青き光は闇の中で失われた魂を讃え続ける。取り残された輝きを救い出す私は解放者なのだ。ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコには真実だけを迎え入れよ。この人里にそびえ立つ三つ目の巨人のもとへ向かうのだ。さすれば求めるものよ。汝はやがて青き光に至らん。回答 B。 これは空になった台座の上に残されていたものだよ。書かれている内容から見て犯人の残していったものに間違いないだろう。つまり犯行声明ってこと？多分そういうことだろう。なるほど、ミラ目当てならこんな余計なことしないわよね。この文章は何を意味しているのでしょう。詩のようにも聞こえましたけど。青き光は闇の中でか。青き光というのは盗まれた食材のことを言ってるのかな。ああ、そう考えていいだろう。あの食材は市民たちが町の発展に尽くした先代に送ったものだと言われているからね。魂を讃え続けるというくだりから考えてもぴったりだろう。へえ、なるほどね。じゃあさ、最後の部分はどうなの？なんかまるで私たちに向けて言ってるような感じだったんだけど。この人里にそびえ立つ三つ目の巨人のもとへ向かえだね。
確かに、どこかに行くように僕たちに指示してるみたいだ。ってことは、当然場所を意味してるわけよね。この人里というのはルアンのことでしょうから、この町のどこかに三つ目の巨人がいるということになりますね。でも巨人なんて言われてもね。ま、手がかりには違いないか。ここはしっかりメモしとこっと。はあ、どうやらもう僕の出る幕はないようだね。それではそろそろ失礼させてもらうよ。まだ仕事が残っているのでね。後の捜査は君たちにお任せする。うん、分かったわ。それじゃあまずは屋敷の中を徹底的に調べないと。いや、その必要はないよ。どうして？すでに屋敷の中は家のものを使って調べ尽くしてある。だから君たちには外区の方の捜査をお願いしたい。え、でも。カードという明確な手がかりがあるんだ。一刻も早くそちらの捜査を進めてほしい。食材を取り戻すことが一番の目的なんだからね。そうですか。そういうご意向でしたら僕たちはそれに従うまでです。まあ、依頼者がそう言うならしょうがないわね。プロのやり方に口出しする気はないんだが、こちらも必死なのでね。君たちのご理解に感謝するよ。さて、それではあとは頼んだよ。僕は2階にいるから何かあったら来てくれたまえ。なんだかとっても変な事件ね。まずはカードの言葉を手がかりに調査を始めるしかないか。ルーアンのどこかにヒントがあるみたいですしね。ま、じっとしてても始まらないわよ。早速行きましょう。どうしたの？あれ、カードじゃない？確認してみよう。間違いないね。市長邸で見せてもらったのと同じカードが貼り付けてある。そうか、三つ目っていうのはこのことだったのか。あ、なるほど。言われてみれば三つ目かも。で、カードには何て書いてあるの？うん、見てみよう。ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコに真実だけを迎え入れるものよ。赤と黒とが繰り広げる果てなき演舞へと向かうのだ。さすれば求めるものよ。何時はやがて青き光に至らん。回答 B。 メモするところはもう決まってるわよね。赤と黒とが繰り広げる果てなき演舞へと向かうのだってところ。
赤と黒ですか。やはりこれもルアンの中のどこかなのでしょうか。多分そうだと思う。犯人は謎々を楽しみたいみたいだから、自分からルールを破るようなことはしないだろうね。まったくふざけたやつよね。ま、とにかく次を探しに行きましょう。赤と黒の演武か。ルーレット以外考えられないわよね。間違いなさそうだね。じゃあ調べてみよう。おや、お客様、何かお探し物ですかな。すみません、すぐ済みますから。やっぱりあったよ。横にカードが貼り付けてある。それで次はどのようなメッセージなのでしょう。あ、見てみよう。ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコに真実だけを迎え入れるものよ。丘の港で身を休める一つ目の獅子のもとへと向かうのだ。さすれば求めるものよ。汝はやがて青き光に至らん。回答 B。 よし、メモしたわよ。大事な部分は陸の港と一つ目の獅子ってとこね。今度は一つ目ですか。これまでと同じようにきっとその場所に行けばわかると思うよ。うん、とにかく行動あるのみね。ん、お騒がせしました。一つ目の獅子か。言われてみれば獅子に見えないこともないかな。ここはまさに陸の港だしね。絶対間違いないわよ。そうだね、じゃあ調べてみよう。よし、カードがあった。早速内容を確認しようか。あ、ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコに真実だけを迎え入れるものよ。羽橋の向こう、鋼鉄の鶴のそばで安らう樽たちのもとへ向かうのだ。さすれば求めるものよ。汝はやがて青き光に至らん。回答 B。 相変わらずの内容ね。今度は
鋼鉄の鶴と来たか。羽橋の向こうってことは港の方だってことなんだろうけど、いつまでこんなことさせる気なんだろう。きっともう少しで終わりですよ。それまで頑張りましょう、エステルさん。エステル、君が励まされてどうするのさ。ちょっと疲れてきただけよ。ほら、気合い入れ直していくわよ。まったく。おかしいわね。鋼鉄の鶴っていうのはこのクレーンに間違いないと思うけど、肝心の樽が見当たりませんね。まったく、どういうことなのよ。あ、お兄さん。おう、なんだ。この辺りで樽を見なかった？樽だ？そんなもんいちいち覚えてねえよ。どの倉庫の中も樽だらけだぜ。まあそうよね。ん？倉庫？どうしました？ちょっとね。ねえ、この前倉庫の鍵を見つけたじゃない。ハーグさんっていう人の依頼だったよね。あの人が言ってなかった？クレーンの周りの樽を倉庫に移したって。そうか、ここにあった樽は倉庫に移動されちゃったのか。きっとそれだよ。冴えてるね、エステル。たまにはね。よし、速攻でハーグさんに話を聞きに行こう。こんにちは、ハーグさん。ちょっと聞きたいことがあるんだ。俺っちにか？なんだい？鍵をなくした時の仕事についてお聞きしたいんです。クレーンの周りの樽を倉庫に移動した、そうおっしゃってましたよね。おお、そうだぜ。クレーンの前に邪魔な樽があったからな、それを倉庫に入れちまったんだ。で、その後鍵を落としちまったわけだ。すみませんが、倉庫の中に入らせてもらえないでしょうか。中にある樽を調べさせてほしいんです。使用中の倉庫は出入りの管理がうるさいんだよ。何しろ商品を預かってる場所だからな。そう簡単に部外者を入れるわけにはいかねえんだ。あらら、それは困ったわね。でもあんたらには世話になったからな。俺が何とかしてやるぜ。要は樽を調べられりゃいいんだよな。ええ、そういうことですね。なら俺がそれを倉庫の外まで運んできてやるよ。それなら中に入らずに樽を調べられるだろ。あ、そっか。すみません、助かります。これぐらいお安いご用さ。よし、それじゃあついてきな。よし、開いたぜ。そんじゃ、ちょっくらここで待っててくれよな。あれ？ポルト主任？こんなとこでどうしたんですか？
少し気になることがあってな。合鍵を使って入ったんだよ。え？合鍵？そんなもんありましたっけ？あ、ところでそちらの方々は？ああ、遊撃士協会の人たちですよ。なんでも事件の捜査で中にある樽を調べたいそうで。うん、そういうことか。しかし保管中の倉庫は部外者の立ち入りは禁止だぞ。ええ、だから俺がその樽を取りに行くんです。外まで運んでくれば問題はないでしょ。ああ、それなら問題ないよ。捜査に協力してあげてくれ。うん、それにしてもこんなところまで来るとは。まだお若いのに皆さんは優秀な遊撃士のようだ。それほどでも。わからないことがあったら何でもハーグに聞いてくれよ。それでは私は失礼するよ。あ、お疲れ様です。よしと、それじゃ樽を持ってくるとするか。待たせたな。ご要望の樽を持ってきたぜ。うわー、ずいぶん大きいわね。よく一人で持ってこられたわね。へへ、港の男をなめないでくれよな。エステル、あのカードがあったよ。申し訳ない。樽が運ばれてしまったのは私のミスです。しかしよく倉庫の鍵を見つけてここまでたどり着きましたね。君たちなら真実を暴いてくれそうだ。ご褒美に探し物をお返ししますよ。この樽の中を調べてみてください。君たちがいればどのみちこの食材も正しい主のもとに戻るのでしょうしね。おっと、そろそろ時間のようだ。それではまたお会いしましょう。回答 B。 君が悪いわね。まるで私たちのことをすぐ近くで見てたみたい。本当ですね。あれ、このカードまだインクが乾いてない。え、おい君たち、ここで何をしている。え、ポルトッシュに。さっきはいいって言ったじゃないですか。ん？何の話だ。しまった、やられたか。まさかさっきここにいたポルトスさんって偽物だったみたいだね。犯人が変装してカードの内容を書き換えてたのかも。それじゃ早く追いかけないと。エステルさん、行っちゃったか。ヨシアさん、いいんですか。残念だけどもう手遅れだと思う。偽物を見逃した時点で僕たちの負けさ。多分エステルは犯人の姿を見ることもできないよ。そうですか。それより食材が無事かどうか、それを確かめておこう。依頼主の希望も犯人逮捕より食材の奪還だからね。そうですね。この樽に入ってるって書いてありましたよね。
それが本当であることを祈るよ。まったく、早く戻ってきてくれるといいんだけど。というわけです。食材はこの通り無傷で取り戻せましたが、残念ながら犯人につながる手がかりはまだ何も発見できていません。怪盗 B という自称以外は。もっと早く偽物だって気づいてればな。慌てて追いかけた時にはもう影も形もなかったし。いやいや、君たちは立派に職務を果たしてくれたよ。こうして見事にサフィールの灯火を取り戻してくれたんだからな。市長のおっしゃる通りです。君たちは十分によくやってくれましたよ。お言葉は嬉しいのですが、でも僕たちが犯人を取り逃がしたことは事実です。納得いかないわよ。あんなふざけたやつが野放しになってるなんて。できれば許可をいただいてもう少し捜査を進めたいんです。屋敷を調べ直して手がかりを見つけるところから。いや、それには及ばないよ。第一、私の依頼は犯人の逮捕ではなかったろう。食材は戻ってきたんだ。それだけで十分だよ。ですが、ヨシュア君、正義へと向かう君の情熱はよくわかる。しかし今度の事件はあくまで私個人に対する犯罪に過ぎない。そんな些細なことにこれ以上君たちの手を煩わせたくないのだよ。今この瞬間も遊撃士の助けを待っている人がきっとどこかにいるはずだ。私のことより困っている人々のことを第一に考えてあげてほしいのだよ。市長。わかりました。ではこれで捜査を終了します。まあしょうがないか。ご苦労だったね。報酬は全額支払わせてもらうよ。さてと、それでは私は失礼させていただくよ。仕事が山積みなのでね。今後とも君たちの活躍を願っているよ。うん、ありがとう。では僕たちもこれで失礼します。一応解決ってことだけど、なんかすっきりしない終わり方ね。ええ、そうですね。あ、よしあったら。また一人で何か考えてるわね。え？うん、ちょっと。犯人は何のために食材を盗んだんだろうってね。結局それが分かってないじゃない。最後のカードの内容も意味深げでしたよね。エステルさんたちに何かを期待しているような、そんな風な内容でしたし。あー、なんだかすごく気になってきた。ねえ、やっぱり調査を続けようよ。大体犯人がどこから忍び込んだのかも分かってないのよ。もう今夜あたりこっそり入って屋敷を調べちゃおうよ。それじゃ僕たちが泥棒みたいなもんじゃない。でも納得いかないわよ。仕方ないよ、依頼主が望んでないんだから。ここは我慢だね。
それじゃあ行こう。市長さんの言ってた通り、やらなきゃいけないことはたくさんあるんだから。うん、わかった。よしっと。それじゃあ気持ちを切り替えていきますか。ええ、そうしましょう。やあ、遊撃士の諸君、今回は見事な活躍だったね。これで心置きなく学園祭に行くことができるよ。こういう機会でもないと会えない先輩方や後輩たちも多いからね。私たちも毎年楽しみにしているんだよ。諸君、この度は本当にご苦労だったね。本来なら改めてお礼に伺うべきなのだろうが、あいにく仕事が山積していてね。申し訳ないが、今はお相手している暇がないのだよ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。